よく晴れた天気になりました。阪神タイガース対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。まずはタイガースの先発佐々木、糸井が打席に入ります。さあ注目の立ち上がりです。アウトコースストレートが決まっています。155キロです。外へのボールは入りません。ボールになります。外を狙っていきました。2ボール2ストライクです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ファーストが構えます。村上が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている荻野。まずはワンアウトを取っています。マウンド上佐々木、そしてキャッチャーは山瀬。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。ファウルになります、まあ、次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど。さあ何を選択してくるか。2球目打ちました。ここは打ち上げています。ファーストが落下点に入ります。取ってツーアウトです。バッターは3番の青木。ツーアウトになっています。初球空振りです。際どいコースには投げ込んでいます。外れてますか。インローのストレート、いいボールでしたが外れて、インサイド落ちました。これはどうか。セカンドの左抜ける。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは4番中村。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁はセーフ。インサイド変化球決まっています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。インロー見送っています。打った。タイガースピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあタイガース先制のピンチです。やはり先に点をやりたくない。打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐん入った。ホームラン。こういう場面で高めっていうのは、まあ、投げてはいけないボールなんですけどね。はい。バッターボックスには指名打者の中島。タイガース初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。打ちました。ピッチャーゴロです。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回カープスリーランホームランが飛び出します。打順の組み立てという。バッターは根尾。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。あー、よく見ましたね。はい。変化球わずかに外れてボール。ボールになります。さあ5球目は何か。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている藤原。石川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウト。微妙なタイミングで、ここは相手のナイスプレーに阻まれてしまい、初球ボール。インコース決まった。いいボールですね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。痛烈。これはセカンドライナー。2回に入ります。7番から始まるカープの攻撃。島が打席に入ります。タイガースビハイン。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。小園抑えてワンアウト。バッターボックスは8番大和。佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。アウトコースへのカーブはボールです。次が3球目。打ちました。佐々木、ツーアウトになりました。バッターは9番に入っている藤田。ツーアウトランナーありません。初球ボール。
打ちました。ファウルになります。胸元へ持ってきました。ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。ツーアウトランナー一塁。打順はトップに帰って糸井。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目打ちました。これはショートライナー。2回裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。バッター初球打ち掘ってワンアウトです。バッターは注目のルーキー石川。まずはワンアウトを取っています。打った。これはどうか。ショートが取る。一塁へ。アウト。スタンドのファンもご覧いただきましょう。走りながらのこのキャッチ。さあ初球は何か。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。低め打ちました。これはどうだ。手を伸ばして取った。アウト。これはチームの士気を上げてくれるよ。3回の表カープの攻撃。2番バッター荻野。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。打ちました。先頭バッターを出してしまいました。バッターボックス青木。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。見事に盗塁を阻止しました。これはねバッテリーの勝ちですね。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。またファウル。次が4球目。ボールになります。ボールになります。3ボール2ストライクです。ここもファールです。フルカウントです。打ちました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。なるほど、そうですか。一塁牽制セーフ。打ちました。小園二塁送球。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない日産。早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たち。アウトコース打ちました。藤田アウト。ワンアウトです。バッターは山瀬。石川。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。セカンドが取る。アウト。2アウト。バッターは9番に入っている松原。2アウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、2球でアウト。インサイド落ちました。1・2塁間を破る。ランナー出ました。タイガースです。2アウトランナー1塁。打順は1番に帰ります。バッター根尾。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうです。走ってきた。ヒットエンドラン。センターへ抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。エンドランが見事決まりました。ツーアウトランナー三塁一塁。2番バッター藤原。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあタイガース点差を縮めていこうかというところ。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入ればそのままスタンドに。いや速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい。さあここで同点となるホームラン。初球打ち。このフライはどうだ。落ちるか。青木が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回小宮山さん、立ち上がりちょっと制球乱れました。やはり緊張感があるんでしょうか。いやこれはね、緊張しない方がおかしいですから当然だと思いますね。本当にそうですよね。いいボールですね。162キロ打ちました。
取った。一塁送球アウト、ワンアウト。バッターは今日 DH に入っている中島。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。低め見送っています。3球目は何で来るか、よく見ています。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。ご覧いただいています、ここはうまく打ち返されてしまいました。さあ一塁には勝ち越しのランナー、バッターボックスには、打ちました。ショート取った。二塁を送ります。セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがカープ得点。打ちました。ヤマトアウト、ワンアウトです。5番バッター石川、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。石川まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。藤田が掴んで2アウト。バッターボックスは6番森、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。打ちました。これはどうだ、センターに抜ける、一気にセンターへ。ランナー出ました、タイガースです。2アウトランナー1塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。はい、カープここで7番バッター小園、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。西さんどうでしょう、走ってきますかね。まあ十分考えられるでしょう。打ちました。ショートうまくさばいて3アウトチェンジ。5回に入ります。カープの攻撃、8番バッターヤマト、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。バッターボックスは9番藤田。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになる。ファウルになります。ワンストライクです。インコースボール、スライダー決まりました。ワンボールツーストライクです。インコース詰まりました。ここはフライになっています。掴んでツーアウトです。打順はトップに帰って糸井、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ツーアウトになっています。2球目打ちました。石川が抑え、西さん中盤に差し掛かって同点です。この後の展開どのようなところがポイントになってきますか。まあとにかくね、ミスをしないということですよね。打ちました。ボテボテ、セカンドが前に来る、アウト、ワンアウトです。バッターボックス松原、まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。取ってツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッターネオ、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。この回のタイガース打線ですが、4球でインサイド打ち上げました。打球はセンターへ、荻野が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。5回終わって3対3同点です。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。バッターボックスは2番荻野。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ファールグラウンドで掴んで、バッターは3番青木。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。サード取った。ツーアウトになりました。改めてお聞きします。バッターの中村、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、壺にはまれば豪快な初球打ち。この打球は落ちるか、どうだ。
最後はレフトフライ。6回の裏タイガースの攻撃、バッターボックス藤原、先ほどの打席で同点となるスリーランホームランを放っています。追っつけて打ちました。さあどうだ、滑り込んだ、ナイスプレーです。ご覧いただきましょう、このスライディングキャッチ。ファイン、初球はボールになりました。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる、センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには指名打者の清宮、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回のタイガース打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ積極的に打っていく、振っていきました。小宮山さん、初登板ながらいやしっかりと試合作ってるんじゃないですか。まあそうですね、本当にベンチの期待通りのピッチング内容と言っていいのかなというふうに思いますね。はい、初登板とは思えない素晴らしいピッチングです。打ちました、取った、一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターボックス中島、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ、バッターよく見ました。打ちました、これもショートゴロ。森、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。バッターボックスは7番島、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウト、ランナーありません。ピッチャーちょっと疲れが見えます。小宮山さん、どうでしょう。打ちました、弾き返した打球はセンターへ、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。3対、タイガースは代打を、さてこの栗原どういうバッターなんでしょうか。まあその気になればホームランも狙える、はい、カープここ初球は何で来るか。初球甘いコース、バットが出ませんでした。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。比嘉が抑えています。ワンアウト、バッターは6番森、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウト、ランナーありません。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。バッターボックス小園、先初球打ち伸びていく、どうだ、入った、ホーム。いや速い打球でしたね、あっという間に引っ張った。中村一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。7回終わって4対3、これから8回カープの攻撃で、バッターボックスは8番大和、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。タイガース1点リードで迎える8回です。2球目打ちました、一塁蹴って二塁に向かう、大和ヒットが出ます。ノーアウト、ランナー一塁です。厳しいコースだったんです。まあ、キャッチャー強肩ですから、ランナーも警戒してると思いますね。なるほど、そうですね。一塁はセーフ。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど、まあ、ここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど、さあどう来るか。さあ追い込んで次は何で来るか。まあ次はボールになってもいいくらいの気持ちで、思い切ってインコースの厳しいところを突きたいですね。なるほど、さあ外の球打った、サードの左抑えた、一塁送球、一塁アウト、ワンアウト、ランナー二塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには糸井が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、一打同点という場面です。まあここは重要な局面ですからね、キャッチャーのリードにも注目したいですね。なるほど、そうですよね。ストレート打った、セカンドが抑えた、一塁へ、一塁アウト、ツーアウト、ランナー三塁と変わります。さあそして打席には荻野が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあこの回で追いつかれるわけにはいきませんから、ここは踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですね。
ファウルです。打ち上げました。サードランナーがホームに帰ってきました。カープ追いつきます。抑えたかったんですが、この場面でまず牽制、タッチもセーフ。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、アウト、盗塁失敗、これで3アウト。ここは二塁への進塁を許しません。まあよくこの俊足のランナーを刺しましたよね。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。4対4、8回の裏に入りました。タイガースの攻撃、バッターは9番松原。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。カープおっつけて打ちました。この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、レフトが取りました。バッターボックスには代打の安田。ワンアウトランナーなし。初球わずかに外れてボール。インハイ決まっています。149キロ。さあ勝負してくるのか。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打順は2番藤原。今日はホームランを放っています。前の打席はいや、インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。積極まず何を投げてくるか。最初は変化球持ってきました。ストライクです。レフトへ、ワンバウンド、ヒットになった。レフト前ヒット、村上、これが自身本日の初ヒットになります。ここは綺麗に流していきました。初球打ち大きいぞ。フェアグラウンド深いところに落ちた。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。タイガース勝ち越し。この場面で見事なタイムリー、勝ち越しに成功。さあここでタイガース代走を送ります。和田がサードランナーに入ります。ここで畳みかけたいですね、まあ、そして彼はチャンスに強いバッターなんでね、面白いと思いますね。はい、その期待のかかる栗原がバッターボックスです。はい、カープ西さん、バッターの栗原対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左は特に苦にしてませんね。右左関係ないタイプですね。センターへ持っていった、滑り込んでよく取った。スタンドのファンからも歓声が届きます。掴んで3アウト。この回の攻撃はここ、さあ青木がバッターボックスに入ります。タイガース1点リードで迎える最終回です。初球空振りです。内への変化球は決まりません。打ちました。サード取った。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。4番バッター中村。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神藤島がカープ打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。今日ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間突き刺さった。4番に一発を浴びてしまいました。土壇場で試合は振り出しに戻りました。バッターボックスは5番松田。タイガース最終回で痛い失点、同点にされています。初球打ち小園が掴んで2アウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。引っ張った。安田一塁アウト、スリーアウトです。しかし
西さん、さあ1点入ればさようならです。ヒーローが出てきてほしいんですが、どうで、インサイド打った、抜けた、センター前に抜けます、センター前ヒット、さよならのランナーが出塁していきます。さあランナーが出ます。今のバッティングご覧いただきましょう。狙ってましたね。さあノーアウトで一塁にはさよならのランナー、ファーストランナースタート、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。送りバントだ、左方向へ転がした、ピッチャーが抑えた、内野安打になった、これでマルチヒット。守備の裏をかいたいいプレーになりました。バッターも出塁に成功しています。いや守る方もね、バッターボックスには代打の佐藤。さあ最低限の仕事はできるでしょうか。まあそうですね、必要以上に外野フライというふうに考えないことでしょうね。思いっきり打つことだけを考えればいいと思います。よく見極めました、フォアボールです。打席には9番バッター松原、チャンスが広がっています。さあタイガース一打差、三遊間、ボールが返った、返った、サヨナラ、鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ、タイガースがなんと劇的に